おい、岩本ちゃんじゃん。おい、え、何してんのこんなとこで。おお、おばあ、なあ、もう5年ぶりぐらい。そうだね、もう5年ぶりぐらいじゃない。久しぶりじゃんお前な、何してんだよ。いやマジ久々。おお、いやちょっと彼女とデート。彼女、彼女できたのお前、うっそ。初彼女。マジかよ。あのモテない小林が。もうやめろよお前、やめろ。30超えても童貞だった小林が。ちょ、やめろやめろ、マジマジ、そのノリやめろお前。いやマジでお前、街中で。え、いやマジで、え、何、もしかして初体験。いただきます。うーわあの、ふざけんなよお前。いや、なんで報告しろよバカ野郎。いつも当てにしていいだろそんなの。マジでほっとけよ。幸せそうだなお前。いやもうぶっちゃけめっちゃ幸せ。うーわえ、どんな子なん。なんだろう、なんかすごい一途で、まあ純粋でめっちゃいいやつ。いや、すげえ良さそうじゃん。まあ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 。合わせろよお前。彼女どこにいんの。いや、だから今ちょっとここ入ってってさ、俺ちょっと待ってんだよ。お前これ、まだかな。あ、この感じ見たことあんな。え、なに、お前彼女好き。いや好きだよ。言わせんじゃねえよお前、恥ずかしいわ。好き好き好き、当たり前じゃん。最近エロビデオとか見る。なんだその質問。全然関係ねえじゃねえ。関係ねえか。いやお前知らないでしょ。だってさ、俺昔から AV とか全然見ないじゃんね。知ってんじゃんそんな。そうか、うん、お前多分彼女と別れるわ。あ、お前やめろ、冗談でもやめろ。マジで それは良くない。ちょ、本当にやめて。マジで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 。いや、俺もお前の幸せ願いたいよ。いや、じゃ普通に願ってくれよお前。なんだよお前。願いたいけどさ、だってこれお前、これ彼女入ってったやつ、これマジックミラー号じゃん。何言ってんの。これこれこれ見たことある。作品の向こう側から見える彼氏が覗いてるやつ、あれのこっち側の世界これ。えー、え、はいはいはい、おい、なんか知ってんの。有名なやつ。男の子みんな知ってるやつだよ。何何、男の子がみんな知ってる車って。いや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 、確かにかばい張りだけどさ。え、何何、どういうこと。いやお前、え、これ入ってく前インタビュー受けただろ。おお、え、なんでわかんの。いや、なんか2、3問さ、付き合ってどんぐらいですかとか聞かれて、うん、その後、うん、中で女性だけお話聞かせてくれれば謝礼差し上げるんだろお前。うん、ただでマッサージするから彼女だけどうぞ。あ、そっちか。そっちか。そっちってどういうこと。好きなやつだ。あ、何言ってんのお前マジで。あ、そうなんだ。いやでもさ、あの彼女ってほんといいもんだな。え、いや俺さ、マジでさ、あいつのこと絶対守るからね一生。今守れてないって。いや本当に純粋でさ、一途でさ、もう2年ぐらい付き合ってんだけど、めっちゃ好きなんだよ。一途で純粋じゃなくなったとしたら。いや、そう、別れるよそんな。え、いや、こないだなんかあいつ男友達と LINE してたから、それだけで喧嘩になったんだよ。じゃあダメだ。余裕でそれ以上のことされてるよ。いや、ちょちょちょ、大げさだって言った。マッサージされてるだけだっつってんの。最初な、あ、徐々に始まるんだよ。いや、ちょっとお前さ、なんか言われちゃさ、なんか AV かなんか見すぎじゃない。前はもっと見といた方がよかったんだよ。こんなことにならなかったのに。何言ってんだ。 AV 見ない36歳って気持ち悪すぎだろ。いやでもさ、本当にここで岩本ちゃんと会ったの、俺なんかちょっと運命的なもん感じんだよね。何。いや、俺実は今日彼女にプロポーズしようと思ってる。何この悲しきスピンオフドラマ。俺マジであいつのこと愛してっからね。俺らが楽しんでいた裏にはこんな被害者が。実はサプライズで指輪も用意してんの。サプライズみたいな出しちゃダメだ。出しちゃダメだ。なんでだ。なんで。なんで。別にいいでしょ出したって。丸見えなんだよ向こうから。あ、もう丸見えなの。車の中逃げてんだよ。逃げてんだバカ野郎。こいつかわいそう。なになになに。ちょ、マジでわかんない。まだ間に合う。助けに行くぞ。ちょ、引いて。じゃ、大げさだから。ごめんな、すぐ行けばよかったんだけど。俺も
あのファンとしてはなかなかいけなかったことです。わかんない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 行くぞ。ただ女の人にマッサージされてだけなんだ。途中で男に変わってんだよ。何が何言ってもいい。変わってんだよ。ちょっと待って、あれ、え、ああもうダメだ。え、めっちゃ車揺れてる。え、めっちゃ揺れてない？なんか、え、何？え、え、ちょ、中行ってみようか。しょうもダメ。あ、もう遅い。あ、もう遅いっす。遅い？これ、彼女入ってって40分ぐらいだろ。そう。え、なんでお前そんなの分かんの？大体40分ぐらいで揺れんだよ。40分ぐらいで大体揺れる？大体40分。ちょっとマジでわかんねえんだけど。え、マジ大丈夫かなあいつ。電話なんかするんじゃないよ。え、だって作品が盛り上がるだけ。それは電話しちゃ、彼女に電話したら作品が盛り上がるだけだから。マジでわかんない。あいつらの思うツボ。あ、そうだ、あの彼女の写真見る、うん、じゃあ見とけよ、見とけよ、お前これこれこれ。どう？おい、清楚系だ。そうそうそう、いいじゃん。ちょ、いたってく。作品だよが。え、なんだ、なんだ、おい、なんだあいつ、意味わかんねえな。大丈夫かあいつ。ちょ、マジ電話してみよう。もしもし、もしもし、あ、まだちょっと途切れ途切れ、ちょっとわかんない。ねえ、え、まだ行く？あ、もう行くってこと？あ、待ってる待ってる。あ、もう行く？待ってるから大丈夫大丈夫。